こんにちは、タワマンです。先日朝起きてメルカリを見ていたら、この水草かわいいなと思って、水槽もできていないのに買ってしまった。急いで飼育環境を整えなくてはいけません。ちなみに水草の名前はアヌビアスナナテナリーパンゴリーノ、世界最小のアヌビアスです。マニアックかな。まず水槽に水を入れてペーハーメーターを構成しました。日本の水はペーハー 7.6 ぐらいのアルカリ性が多いのですが、我が家もそうでした。水槽の水を測ったら 8.5 ほどありました。水草は 6.5 程度の弱酸性を好むものが多いため、ペーハーを下げる戦いが始まります。100円で買ったポンプの圧力が弱かったようです。